百年戦争はフランス王国の王位継承及びイングランド王家がフランスに有する広大な領土をめぐりフランス王国を治めるバロワ朝とイングランド王国を治めるプランタジネット朝及びランカスター・朝というフランス人王朝同士の争いにフランスの領主たちが2敗に分かれて戦った内戦である国家という概念は薄い時代であり 封建諸公の領地争いが重なったものであったが、戦争を経て次第に国家、国民としてのアイデンティティが形成されるに至った。現在のフランスとイギリスの国境線が決定した戦争でもある。100年戦争は19世紀初期にフランスで用いられるようになった故障で、イギリスでも19世紀後半に寛容されるようになった。 伝統的に1337年11月1日のエドワード三世によるフランスへの挑戦上層付から1453年10月19日のボルドー陥落までの116年間の対立状態を指すが歴史家によっては実際にギュイエンヌ・カンブレーにおいて戦闘が開始された1339年を開始年とする説もあるいずれにしても戦争状態は 完結的なもので、休戦が宣言された時期もあり、終始戦闘を行っていたというわけではない。だが、戦争状態が続いていた。両国とも自国で戦費を賄うことができなかった。フランスは、ジェノバ共和国に、イングランドは、ベネツア共和国に、それぞれ外債を引き受けさせた。百年戦争の原因は、14世紀ヨーロッパの人口、経済、そして、 政治の危機にある。遠因は、イングランド王国と、フランス王国とのギュイエンヌ、フランドル、スコットランドにおける対立によってもたらされた。戦争の正式な理由は、カペー家の直系男児の断絶である。100年戦争前のフランス王家の家系図987年のユーグカペー即位以来フランス国王として、君臨し続けたカペー長は、1328年、 シャルル4世の死によって男子の継承者を失い、王位はシャルル4世のいとこにあたるバロア博フィリップに継承された。フィリップは1328年、フィリップ6世としてランスでの戴冠式を迎えたが、戴冠式に先立ってイングランド王エドワード3世は、自らの母の血統を主張して、フィリップ6世のフランス王位継承にことを唱えた。エドワード三世は、 自らの王位継承権を認めさせるための特使を派遣したが、フランス諸侯を説得することができず、1329年にはフィリップ6世に対し、ギュイエンヌ公として進化の礼を捧げて、王位を認めた。1180年と1223年のフランスにおけるプランタジネット町のハントと、フランス王領、諸侯領、教会領、 プランタジュネット・イングランド王朝の始祖ヘンリー2世は、安住博として、フランス王を凌駕する広大な地域を領地としていたが、ジョンの失策と敵対者であるフィリップ2世の策略によって、13世紀初めまでに、その大部分を剥奪されていた。大陸に残ったプランタジュネット家の報道は、ギュエンヌ高領のみであったが、これは1259年に、ジョンの息子ヘンリー3世が、ルイ9世に、 進化の例を取ることで安堵されたものである。このため、フランス王は、総主権を行使してしばしば牛イエンヌ領の内政に干渉し、フィリップ4世とシャルル4世は一時的にこれを選挙することもあった。イングランドは、当然、これらの措置に反発し続けた。フランドルは11世紀頃からイングランドから輸入した。 羊毛から生産する毛織物によりヨーロッパの経済の中心として栄え、イングランドとの関係が深かった。フランス王フィリップ4世は、豊かなフランドル地方の支配を狙い、フランドル博は、イングランド王エドワード1世と同盟し対抗したが、1300年にフランドルは併合された。しかし、フランドルの都市同盟は反乱を起こし、 フランスは1302年の金白者の戦いに敗北し、フランドルの独立を認めざるを得なかった。しかし、1323年に、親フランス政策を取ったフランドル博イ一世が、都市同盟の反乱により追放されると、フィリップ六世は1328年に、フランドルの反乱を鎮圧して、イ一世を戻したため、フランドル博は親フランス。 都市,市民は親イングランドの状態が続いていた。13世紀末からイングランド王国はスコットランド王国の征服を試みていたが、スコットランドの抵抗は激しく、1314年にはバノックバーンの戦いでスコットランド王ロバート・ブルースに敗北した。しかし、1329年にロバートが死ぬとエドワード三世はスコットランドに軍事侵攻を行い、 海儡エドワード・ベイリアルを、スコットランド王として即位させることに成功した。このため、1334年に、スコットランド王デイビッド2世は、亡命を余儀なくされ、フィリップ6世の庇護下に入った。エドワード3世は、デイビッド2世の引き渡しを求めたが、フランス側はこれを拒否した。エドワード三世は、異種外視として、フランスから無本人として追われていた。 ロベール3世ダルトワを歓迎し、かねてより険悪であった両者の緊張はこれによって一気に高まった。スコットランド問題によって、両家の間には深刻な亀裂が生じた。フィリップ6世は、ローマ教皇ベネディクトゥス12世に仲介を働きかけたようであるが、プランタジンレット家が対立の姿勢を崩さなかったため、1337年5月24日、エドワード三世に対して、 9N 公領及びポンチュー白領の没収を宣言した。これに対して、エドワード3世は、フィリップ6世のフランス王位を戦勝とし、10月7日、ウェストミンスター寺院において、進化の例の撤回と、フランス王位の継承を宣誓した。11月1日には、バロア朝に対して朝鮮上を送付した。これが100年戦争の始まりである。 フランドルの反乱百年戦争に至るまでのバロア城との関係悪化に伴い、エドワード三世は1336年にフランスへの羊毛輸出の禁止に踏み切った。このため、材料をイングランドからの輸入に頼るフランドル白量の毛織物産業は大きな打撃を受け、1337年にはアルテベルデの指導により、ヘントで反乱が勃発、これに、 フランドル諸都市が追従し、反乱軍によって、フランドル博は追放され、1340年に、フランドル都市連合は、エドワード3世への忠誠を宣誓した。1338年、エドワード3世は神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世と、結び、州都である、エノーハク島の定置諸公の軍を雇って、来た、フランスに侵入した。 何度か中世騎士道物語さながらに挑戦状を送り決戦を迫ったが、フィリップ六世は戦いを避け、定期諸侯も繊維が低かったため特に成果を上げることができないままだった。スロイスの海戦、フロアサールの年代記の差し絵これに対して、フランス王軍は直接対決を避け、海軍を派遣して、イングランド沿岸部を攻撃、海上輸送路を立つ作戦を取った。 両王軍は、海峡の正海峡をめぐり、1340年6月24日に、エクリューズで撃突、イングランド王軍は、フランス王軍200隻の艦隊を破った。しかし、内陸部では、フランス王軍に、たびたび敗北を喫し、両者とも決定的な勝利をつかめないまま、9月25日に、約2年間の休戦協定が結ばれた。休戦の最中、 スコットランド王デイビッド2世が帰国したため、エドワード3世は、スコットランド問題にも手を回さなければならなかった。ブルターニュ継承戦争1341年、ブルターニュ公ジャン3世が亡くなると、ブルターニュの継承をめぐって、ジャン3世のイボ帝である、モンホール博ジャンと、名のパンティエーブル女博、ジャンヌの間で、争いが起きた。ジャンヌの夫シャルル・ドブロワが、 フィリップ6世の老いであったため、モンフォール博は、エドワード3世に忠誠を誓い、南東を占拠して、フランス王軍に退治した。フィリップ6世は、シャルルド・ブロワを擁立するために軍を差し向け、南東を攻略し、モンフォール博を捕らえたが、モンフォール博妃、ジャンヌ・ド・フランドルの徹底抗戦によって、ブルターニュの平定に時間がかかり、急戦協定の期限切れを迎えた。 エドワード3世の上陸を許した。このブルターニュ継承戦争は1343年に教皇クレメンス6世の仲介によって急戦協定が結ばれたが一連の戦闘によってイングランドはブルターニュに対しても前線を確保することができた。フランス王軍の大敗クレシーの戦いポアティエの戦い1346年7月、イングランド王軍は ノルマンディに上陸し、飛行を行った。このため、フィリップ6世は、クレシー近郊に軍を進め、8月26日、クレシーの戦いが勃発した。フランス王軍は、数の上では優勢であったが、指揮系統は統一できておらず、戦術は規律のない基盤突撃のみで、長級を主力とし作戦行動を取る、イングランド王軍の前に大敗北を起死した。 勢いづいたイングランド王軍は港町カレーを陥落させ、アキテーヌでは領土を拡大、ブルターニュではシャルル・ドブロワを、スコットランドではデエビット2世を捕獲するなどの戦果を挙げた。クレシーの敗戦で板手を被ったフィリップ6世はこれらに有効な手を打つことはできなかったが、フランドル派クルイ2世がフランドルの反乱を平定し、フランドルについては イングランドの影響力を排除することに成功した。両者は1347年、教皇クレメンス6世の仲裁によって1355年までの休戦協定が結ぶが、その年に国士病が流行し始めたため、恒久的な和平条約の締結が模索された。1350年にフィリップ6世が死去、息子のジャン2世がフランス王に即位した。 1354年、アビニョンで和平会議が開かれ、エドワード3世は、ジャン2世に対し、フランス王位を断念する代わりに、アキテーヌ領の保持、ポワトゥー、トゥーレーヌ、アンジュー、メーヌの割動を求めた。しかし、ジャン2世はこれを一周。このため、イングランド王軍は1355年9月に、飛行を再開した。1356年、 エドワード3世の長男エドワードクロ大使率いるイングランド王軍はアキテーヌ領ボルドーを出発しブルターニュから出陣する友軍と交流して南部から飛行を行う予定であったがフランス王軍の展開に脅かされ急遽トゥールからボルドーへの撤退を試みたしかしポワティエ近郊でフランス王軍の追撃に捕らえられたためクロ大使はこれに応戦する決意を固めたこの ポワティエへの戦いは、イングランド王軍が、明らかに劣勢だったが、フランス王軍は、クレシーの戦いと同じ鉄を踏み、またも、大敗北を起死した。この敗戦で、ジャン二世は、イングランド王軍の捕虜となり、ロンドンに連行された。ジャン二世の補修と、全国三部会の開催ジャン二世を捕獲された、フランス王国では、王大使シャルルが軍資金と、身白金の枯渇、 王不在の事態に対処するために1356年10月17日、パリで全国三部会を開いた。しかし、敗戦によって三部会の議事進行は平民議員に支配され、特にパリの小人党エティエンヌ・マルセルの台頭により、国政の運営を国王から剥奪する案も提出された。平民議員との交渉は1年以上にもわたって続けられたが、 平行線をたどり、シャルルは、パリでの三部会の利用を諦め、国王代理から摂政を辞任して、1358年4月から5月にかけて、プロバンスやコンピエーニュでパリとは別の三部会を開催した。これらの三部会で、軍資金を得、ジャックリーの乱を鎮圧するとシャルルは、パリ包位に着手し、パリ内紛を誘引して7月31日には、 エティエンヌ・マルセル殺害に成功した。ブレキニー条約、赤がイングランド支配地域、ピンクが条約で割譲された領土この間、ロンドンにて1358年1月に1回目の、1359年3月24日に2回目の和平交渉が行われており、ジャン2世は帰国を条件に、アキテーヌ全土、ノルマンディ、トゥーレーヌ、アンジュメーヌの割譲を承諾した。 しかし、シャルルが三部会においてその条約を否決。これを受けて1359年10月28日、イングランド王軍は華麗に上陸して、帰港を始めた。シャルルは、この挑発には応じず、イングランド王軍の資金枯渇による撤退を待ち、1360年5月8日、強行インノケンティウス6世の仲介による、ブレキニーカリワ兵条約の締結を行った。 これは10月24日に、カレー条約として、本締結され、アキテーヌ、カレー周辺、ポンティユー、ギーヌの割動と、ジャン2世の身の代金が決定された。ジャン2世は、身の代金全額支払い前に解放されたが、その代わりとなった人質の一人が逃亡したため、自らがその責任を取って1364年1月3日、ロンドンに再渡航した。4月8日、 ジャン2世はそのままロンドンで死去し、5月19日、シャルルはシャルル5世として即位した。シャルル5世による税制改革と戦略転換シャルル5世は敗戦による慢性的な財政難に対処すべく、国王の主要歳入をそれまでの直轄量からの年貢のみに頼る方式から国王課税収入へと転換した。 彼は1355年に規定された税制役人を整備し、国王の身代金代替という臨時徴税を1363年には諸国防衛のためという高級課税として通常税収とした。このため、シャルル五世は税金の父とも呼ばれる。税の徴収によって、フランス王家の財力は他の諸公に比べて飛躍的に伸び、 権力基盤を直轄領から全国的なものにすることとなった。シャルル5世は外交による勢力削除にも力を入れる。フランドルはルイ2世によって平定されていたが、彼自身がイングランドよりの姿勢を見せ、1363年には娘マルグリッドとケンブリッジ博、エドマンドの婚姻を認めた。シャルル5世は強行ウルバヌス5世に働きかけ、両者が 親戚関係にあることを盾に破断を宣言させた。1369年には、マッテイ・フィリップとマルグリットを結婚させて、フランドルの反旗を封じた。また、1364年には、ブルターニュ継承戦争が再燃し、オーレの戦いで、シャルル・ドブロワが戦死して、イングランド王軍が勝利を収めたが、シャルル5世はこれを機会に継承戦争から手を引き、 第一次ゲランド条約を結んで、モンフォール博の子を、ブルターニュ公ジャン4世として認めた。しかし、ジャン4世に進化の礼を取らせたことで反乱は封じられ、イングランドは、ブルターニュからの進行路を遮断された。カスティーリャ王国遠征1366年、シャルル5世は、カスティーリャ王国の 残国王ペドロ一世の弾圧によって亡命したエンリケ・デ・トラスタマラを国王に押すためにベルトランデュ・ゲクランを総大将とするフランス王軍を遠征させた。これはエンリケ・デ・トラスタマラをエンリケ二世として退官させることのほかに国内で盗賊化している傭兵隊の徴収と彼らを国外に追放する意味もあり、ゲクランはこれを見事に成功させた。 フランス王の介入によって王位を追われたペドロ一世はアキテーヌのエドワード・クロ大使のもとに亡命し福井を求めた。1366年9月23日、クロ大使とペドロ一世の間でリブルヌ条約が交わされ、イングランド王軍はカスティーリャ王国に侵攻した。1367年、ナヘラの戦いに勝利したクロ大使は総大将ランを捕らえ、 ペドロ一世の復権を果たしたが、この継承戦争によって、赤痢の流行と多額の戦費の負債を抱えることとなった。戦費はペドロ一世の負担だったはずだが、彼は資金不足を理由に、これを果たさず、遠征の負債はアキテーヌ領での課税によって担われた。しかし、これはアキテーヌ南部のガス購入に領地を持つ諸侯の怒りを買い、 パリ高等法院において黒大使に対する不服申し立てが行われた。1369年1月、黒大使にパリへの出頭命令が出されたが、これが無視されたため、シャルル5世は彼を告発した。エドワード3世は、アキテーヌの創始権はイングランドにあるとして、異議を唱え、フランス王位を再要求したため、1369年11月30日、 シャルル5世は、黒大使に、領地の没収を宣言した。再征服戦争、ベルトランディ・ゲクラン三3 7 0年3月14日、モンティエルの戦いで、ペドロ一世を討ち取ったゲクランは、パリに外戦し、フランス王軍司令官に抜擢される。シャルル5世は、海戦を避け、敵の疲労を待って、着実に城、都市を奪回していく戦法を取った。同年十二月四日、 ポンバヤンの戦いで、ブルターニュに撤退中のイングランド王軍に勝利し、1372年には、ポワトゥー、オニス、サントンジュを占拠、7月7日には、ポワキエを、7月22日のラロシェルの海戦で、イングランド海軍を破った後、9月8日には、ラロシェルを陥落させ、イングランド王軍の前線を交代させた。これに対して、イングランドは1372年に、 ブルターニュ皇ン4世と軍事同盟を結び、1373年にはイングランド王軍がブルターニュに上陸したが、ゲクランはこれを放逐し、逆にブルターニュのほとんどを勢力下に置いた。1375年7月1日、フランス優位の選挙を受けて、エドワード3世とシャルル5世はブルッヘで2年間の休戦協定が設けられるに至った。しかし、 両陣営は互いに主張を譲らず、1376年には、黒大使が、翌1377年には、エドワード三世が死去するに及んで、両陣営は正式な平和条約を締結することが、なかった。両陣営の動きが膠着する中、1378年12月18日、シャルル五世はすでに征服したブルターニュを横領に、併合することを宣言した。 しかし、これは独立心の強いブルターニュの諸侯の反感を買い、激しい抵抗にあった。また、国内では、ラングドック、モンペリエで重税に対する一揆が勃発したため、シャルル5世はやむなく徴税の減額を決定し、1380年9月16日に死去した。1381年4月4日、第二次ゲランド条約が結ばれ、 ブルターニュ料はジャニー4世の主権が確約され、皇料の国庫没収は避けられた。ランカスター朝の成立百3 7 5年に、休戦が合意された後、両国は和平条約締結に向けての交渉が始まった。1381年5月には、ルーランジャンで、エドワード3世の孫で、黒大使の息子リチャード2世とシャルル5世の長男、 シャルル6世との和平交渉が始められる。話し合いはまとまらなかったが、この間、休戦の合意はずるずると延長された。イングランドでは、年少のリチャードに世即位にあたって、おじのランカスターコージョン・オブゴーンとを筆頭とする、評議会が設置されていたが、1380年に、戦費調達のための人頭税課税に橋を発する、ワット・タイラーの乱が勃発、この乱を沈めた。 リチャード2世は評議会を廃して申請を宣言した。しかし彼が超新政治を行い、かつ親、フランス寄りの立場を取ったため、主戦派の諸侯とイングランド議会は王に閣僚の解任を求めた。とりわけ卒位派貴族と呼ばれる5人の貴族、ノッティン・マム伯トマス・モーブレーは、リチャード2世との対決も辞さない姿勢を示した。 1387年12月20日、卒位派貴族は、ラドコットブリッジの戦いで、国王派を破り、1388年2月3日には、いわゆる無慈悲議会において、王の長身8人を反逆罪で告発した。これに対して、1392年のアミアン会議や1393年のルーランジャン交渉、1396年のアルドル会議などで、 フランス王との交渉に暴殺されていた、リチャード2世は、交渉が一段落した1397年7月10日、対フランスは平安にも反発した、グロスター公、アランデル・ハクラを捕らえ処刑した。これらの政常不安の最中、ボリングブルックが、リチャード2世に狙われているという陰謀を議会で告訴、リチャード2世が、その報復として彼とノーフォーク公を1398年に、 追放刑に処したことにより、王と議会派諸公は、さらに激しく対立することになった。翌1399年に、ランカスター公が死去した際、その医療をボリングブルックへ継がせなかったことも、不満の増大につながった。ボリングブルックから、ランカスター公領を剥奪したことにより、議会派は再び軍事放棄して、リチャード2世を逮捕。 1399年9月29日には、リチャード2世は、大位を迫られ、ロンドン島に遊兵された。翌日、ボリングブルックが、イングランド王ヘンリー4世として即位し、ランカスター朝が成立した。アルマニャック派とブルゴーニュ派の対立イングランドの一連の内紛によって、フランスとイングランドとの和平交渉は、早急にまとめられつつあった。 1392年のリチャード2世、シャルル6世の直接会談の後、1396年3月11日には、パリにおいて1426年までの全面休戦協定が結ばれた。しかし、和平交渉は、イングランドの内紛だけでなく、フランス国内の混乱によるためでもあった。幼少のシャルル六世の後見人となった三人の、オジアン・ジュー・コール一世。 ベリー公、ジャン1世、ブルゴーニュ公フィリップ2世、母方の王子にあたるブルボン公ルイ2世らは、国王課税を復活させて、財政を私物化した。特に反乱を起こした、フランドル諸都市を平定した、高単公は、フランドル博を兼任して力を持ち、摂政として、国政の乱用を行った。これに対して1388年、シャルル6世による申請が宣言され、 弟のオルレアン公、ルイア・マルムゼと呼ばれる父の代からの官僚集団がこれに同調して後見人一派を排斥するようになった。しかし1392年、突如シャルル6世に精神作乱が発生し、国王の意志を失ったフランス王国の事態は混迷する。国王狂乱によって、ブルゴーニュ派とオルレアン派の対立は壮絶な泥試愛となった。当初、 王妃イザボード・バビエールの愛人であったオルレアン公が財務長官アキテーヌ総司令となり国政を握ったがブルゴーニュ派はゴータ丹公の後を継いだブルゴーニュ公ジャン一世によって1405年にパリの軍事制圧を行い1407年11月23日にはオルレアン公を暗殺して政権を掌握したしかし後目を継いだオルレアン公シャルルの一派は アルマニャック派くベルナール7世を頼って、治安同盟を結びアルマニャック派を形成、ブルゴーニュ派と対立した。両派の対立はついに内乱に派生し、共にイングランド王軍に援軍を求めるなど、フランス王国の内政は混乱を極めた。ヘンリー5世の後世アルマニャック派と公式に同盟を結んだイングランド王軍は、1412年8月10日にノルマンディに上陸。 ボルドーまでの寄港を行った。この時はアルマニャック派が一転してブルゴーニュ派と和睦したためで番のないイングランド軍は11月に帰国したが、翌1413年3月21日、ヘンリー4世の死去によってヘンリー5世が即位する。ヘンリー5世は1414 14年5月23日にブルゴーニュ派と同盟を結び、12月にはフランス王国にアキテーヌ・全土 ノルマンディー、アンジュの返還とフランス王位の要求を宣言した。内紛によって動きの取れないフランス宮廷を尻目にイングランド王軍は1415年8月12日にノルマンディー北岸シェフド港に再上陸した。フランス王家は内乱によって全く有効な手立てを打ち出せなかったがパリを制圧して国政を握っていたアルマニアック派は進撃を続ける。 イングランド王軍に対して軍を派遣した。1415年10月25日、アジャンクールの戦いで、フランス王軍は勢力差4倍以上の軍勢を揃えたが、全く足並みが揃わず大敗を喫した。オルレアン公は捕らえられ、アルマニアック派は弱体化したが、これに乗じてパリを掌握したブルゴーニュ派も対イングランドに対しては無力であった。四百十七年、 フランス王軍を破って、再上陸したイングランド王軍は、ルーアンを陥落させて、ノルマンディ一帯を掌握した。アングロブールギニョン同盟トロワ条約時の勢力範囲、フランス、イングランド、ブルゴーニュ、および主要な戦場、アジャンクール、オルレアン、パテー、ホルミニー、カスティヨンこの間、フランス王家は、ジャンム・コワコーが、王妃、イザボーは、シャルル6世の子ではないと発言して、 王太子の王位継承を否定しようと下に接近して王太子を追放した。ムコワ公は親イングランドの姿勢を見せていたが、イングランド王軍にブルゴーニュのポントワーズが略奪されるに及んで王太子との和解を試みた。しかし、1419年9月10日にモントローで行われた会談において王太子がムコワ公を残殺したため、後を継いだブルゴーニュ公フィリップ三世は、 イングランド王家と結託し、1419年12月2日、アングロ・ブルギーニョン同盟を結んだ。両陣名は旅重なる、折衝の末、1420年5月21日、トロワ条約を締結した。これは、シャルル6世の王位をその終生まで認めることとし、シャルル6世の娘で王太子の姉カトリーヌとヘンリー5世の婚姻によって、ヘンリー5世を呼び彼らの子を、 フランス王の継承者とするものである。事実上、イングランド・フランス連合王国を実現するものであった。国王代理である王太子とアルマニャック派は、この決定を不服とし、イングランド連合軍に抵抗するが、王太子の敗着を認めるトロワ条約は三部会の承認を受け、イングランドは着実に勢力を拡大した。しかし1422年8月31日、 ヘンリー5世が万千ヌにて急死し、10月21日にはシャルル6世が死去したため、事態は再び混迷し始めた。イングランドはヘンリー6世をイングランド王位とフランス王位につけるが、ヘンリー6世は前年の1421年に生まれたばかりの赤子であり、王大使は10月30日にシャルル7世を名乗り、ブールジュでなおも抵抗を続けた。 ジャンヌ・ダルクの出現シャルル7世の退官式におけるジャンヌ・ダルク・イングランド折衝でヘンリー6世のオジベット・フォード・コージョンはアングロ・ブルギーニョン同盟にブルターニュ・コージャン合成を加えノルマンディ3部会を定期的に開催することによって財政の立て直しを図った。また、シャルル七世は反イングランド勢力との同盟を結びブールジュでの再起を狙っていたがイングランド側は ロワール川沿いのオルレアンを陥落させ、勢力を一気にブールジュにまで展開する作戦を立てた。これに対して、1429年4月29日、イングランド連合軍に包囲されたオルレアンを救うべく、ジャンヌ・ダルクを含めたフランス軍が市外に入場した。フランス軍はオルレアン防衛軍と合流し、5月4日から7日にかけて次々と包囲砦を陥落させ、 8日にはイングランド、連合軍を撤退させた。このオルレアン解放が、今日、ジャンヌ・ダルクを救世主、あるいは聖女と称える出来事となっている。オルレアンの包囲網を突破したフランス軍は、ロワール川沿いを制圧しつつ6月18日のパテへの戦いに勝利し、ランスに到達、シャルル7世は、ノートルダム大聖堂で、戴冠式を行った。その後、 ジャンヌ・ダルクはシャルル7世によりパリの解放を指示されるが失敗1430年にはコンピエーニ法医戦で負傷捕虜として捕らえられ1431年5月30日に家計に処されたイングランドの撤退100年戦争の変遷フランス、イングランド、ブルゴーニュ1431年ディールにおいてブルゴーニュ公 フィリップ全領校とシャルル7世の間に6年間の休戦が締結される。これを機にシャルル7世は、ブルゴーニュのアングロ・ブルギーニョン同盟破棄を画策し、1435年には、フランス・イングランド・ブルゴーニュの三者協議において、イングランドの主張を退け、ブルゴーニュとアラスの和訳を締結、フランス・ブルゴーニュの同盟を結ぶことに成功した。ブルゴーニュとイングランドの同盟解消に成功した。 フランスは徐々にイルド・フランスとシャンパーニュを制圧し、アキテーヌに対してはその周囲から圧力をかけ始めた。1436年4月13日、パリの城門が開かれて、フランス軍が入場する。1439年、オルレアンで召集された三部会において、フランス王国は軍の編成と課税の決定を行い、 翌1440年に決定に反発した貴族の反乱を、平定1444年に行われた、呂霊ヌ遠征の傭兵隊を再編成して、1445年には、常設軍である直霊隊が設立された。貴族は予備軍として登録され、平民からは各境界区について一定の徴兵が行われ、訓練、軍役と引き換えに租税が免除されたため、 自由という名前のついた自由意手隊が組織されている。戦術面では大砲を活用し始めた。これら一連の軍備編成を行うと、シャルル7世はノルマンディを支配するイングランド軍討伐の軍隊を派遣した。1449年、東部方面隊、中部方面隊、西部方面隊に分かれたフランス軍は3方からノルマンディを攻撃し、11月4日には、 ルーアを陥落させた。これに対し、シェルブールに上陸したイングランド軍は1450年4月15日、アルティール・ドリッシュモン大元帥が指揮を取るフランス軍と激突。このフォルミニーの戦いにおいて、イングランド軍は大敗を起死し、8月には完全にノルマンディ地方を制圧されてしまった。シャルル・7世は、 イングランド軍の立て直しを図る時間を与えまいと、すぐさま、アキテーヌ占領に着手し、1451年6月19日、ボルドーを陥落させた。ボルドーは、翌1452年10月に、シュルーズベリー・ハクジョン・タルボット率いるイングランド軍に、奪還されるが、イングランド軍の劣勢は遺憾、ともしがたく、1453年7月17日、フランス軍は、 カスティオンの戦いに対象したルボットは、戦死、10月19日に再度ボルドーが陥落し、100年戦争は収束する。この戦争の後、イングランドでは、バラ戦争が起こって諸侯は疲弊し没落したが、王権は著しく強化され、チューダー朝による絶対君主制への道が開かれた。フランスでも、宗教戦争が起こって内乱が発生したが、 祖国が統一されたことで王権が伸長し、ブルボン朝の絶対君主制へと進んだ。ヘンリー6世以降のイングランド王は、100年戦争以降も、フランス王の称号を用い続け、ジェームズ1世以降は、フランス、イングランド、スコットランド、アイルランドの4カ国の王を称した。これは、ハノーバー朝のジョージ三世の時代の1801年に、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が、 成立するまで続いた。また、ヘンリー・パッセイは、フランスのフランソワ一世と新世ローマ皇帝カール五世が、争った際には、カールと同盟を結んで何度か、フランスを攻撃したが、結局最後は、講和条約を結んでいる。1453年の時点でイングランドは、フランスにおける領土のほとんどを喪失したが、1558年まで、港町のカレーだけは、 イングランド領であったほか、21世紀に入っても、かつてのノルマンディー公国の一部である。チャンネル諸島は、イギリスの王室属領である。また、イギリスの国の標語は、デューイ・モンドロワというフランス語である。ウィキメディア・コモンズには、百年戦争に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。